飛ぶ？なんでプロって飛ぶ？クラブの後ろに力があるから。分かんないそれじゃ。分かんない。分かんない。平井弘明のワンナップゴルフ。常にこうやってんのよ。うん、そう。飛ばない人ってこうやってんのよ。分かんないよ。分かんない？分かんない？押すか引っ張るか。飛ぶ人は押してんの。こうやって。で、飛ばない人は引いてんのよ。こうやって。こうやってね。そう。こうするか、こうするか。これは飛ぶから。これは。だけど、これは飛ばないから。シャフトを使えてるか使えてないか。前やったねそれ。そう。シャフトがこうやってし、こうやってやったらさ、こうやってしなるじゃない。それで飛ぶから。そう、これ飛ぶ飛ばないと一緒で、上がる上がらないも共通してるのよ。飛ばない人は上がらないから、引いてるから、ロフトが死ぬからね。ちゃんとシャフト使えないと飛ばないじゃ上がらない、うん、そう、こうやってやって先にクラブが降りる前に体重移動しちゃうね。クラブが降りるのと回転が先で、その次に体重移動だから、体重移動するならね。だけど一番最初に体重移動しちゃったらもうマイナスロフトになるから、引くことしかできないじゃない。こっから押したらさ、こう満択するでしょ。押せないんだよね。押すってなったら絶対ボールの右側にいなきゃダメじゃん。ああ、そうだね。そう。それはそうだ。そうでしょ、うん、ボールの真上か左行ったら引くじゃない。そう。だから飛ばなくて上がらないの。しなんないんだ。そう。しならない。しならせることができない。振ってそうに見えないけど飛ぶ人ってめっちゃくちゃ押せてるから。で、めっちゃくちゃクラブの後ろに重さをキープできてるの。そう。だからこうやって使えてんだよね。うん、そういう動きになると、要はフェースにボールを乗せられて勝手にシャフトがしなるんでね。そう、だから飛ぶんだけど、それがね、自然とできてる人もいれば、あ、そういうもんだって言ってできてる人もいるし、もともとできない人もいるの。そう、だからそういう面で力んじゃいけないっていうのは俺は分かんのよ。力んだら引くからね。はいはいはい。そう、でも押せるんだったら力んだら力んだだけ飛ぶわけよ。そういうことか。そう、後ろから力を押してあげられたらとか、そういう力みだった。そう、そう、力み全部悪いんじゃなくて、使い方が間違う力みが良くないっていう。あ、うん、ちゃんとした使い方だったら力めるほど幸せなことはないから。じゃあどう力んでるか。そう、全身力んでガチガチじゃダメでしょって、そんなのはそうだよって話。そうだね、そもそも違う。そういうことじゃないんだ、うんうんうん、それね、めっちゃくちゃ使い方として絶対覚えておいた方がいい、知っといた方がいい。言わねえんだ。そのクラブのこのものの必ず後ろに力があって、それを押せなかったら飛距離を出すことができないのと、球を上げることはできない。だってさ、球上がらないで悩んでる人にちょっと今一瞬変更していい？ね？だってさ、球上がらないのにこうやってやんないでしょ。やんない、やんない。ダフってもいいから上げてっつったらさ、こうやってやるじゃん。こうやって。そうでしょ。でもそれやらないから、みんなこうやるじゃない。まあね、まあね、確かにかっこよさで言ったらかっこ悪いと思う、上げるのは。こうやってなったとしたらね、上がらない人が上げてって言ってどんなスイングでもいいよっつったらさ、こうやってやるじゃん。それやんないんだよね。そうで、あれはこうやってやってるから、クラブの後ろに力があるから、そうだからロフトが寝るし、必要以上に球が浮くわけじゃない。そうでもこうやって先に左に移ったり回転したらもう引くことしかできないじゃん。ポイントの左分けが出てくるんだけど。まあそれはまあ別として、そうだからボールを押し込む作業っていうのは上がらないし、球は強いかもしれないけどキャリーが出ないの、スピン量が足らない、高さが足らないから、グリーンを狙うショットとしてなかなか使えないんだよね。飛距離を出したり球を上げたい時っていうのは、必ず物の後ろに自分の体パワーがないとそれはできないよってことをもうちょっと分かっていただくと、あ、じゃああれをやろう、これをやろうっていうのが出てきたりするんだよね、新たなことが。で、あ、これは今じゃあやらない方がいいやとか、そういう判断につながるから、それはもうジャッジした方がいいね、自分でね。それがプロが飛ぶ理由。そう、それが分かってるから、うん、そうやって言ってる。そう、言っちゃえばハーフトップ練習してくださいって俺言うでしょ。それがそれだから、あれ引いたらハーフトップじゃなくなるからね。
あ、打ち込んじゃうんだ。そう、ハーフトップ打てるっていうのはフリップして後ろから押せなかったらうまく打てないから。でハーフトップであの高さは出ない。打ち込んじゃうもんね。そうでしょ、うん、そう、やってない登録でわかるでしょ。わかる。そう、そこなのよ。例えばこれ今8番で通常が150ヤードだから160を意識してハーフトップで打ったらあんだけ高い球出るじゃない。あれは要はなるべくマットを触らないでフェースの芯とボールの芯を一致させて合わせてパンって打ってるハーフトップで。だからああいうショットってこうやってやったら打てないから絶対にこう後ろからクラブを押してあげられないとああいう飛距離は出ない。じゃないと地面触っちゃうもん、ね、そうなの。すっげえ大事。いろんな理由があるんだね、ハーフトップやった。ある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 言いたくないだけいやいや言いたくないだけだな。ハーフトップって一概に言ってハーフトップ打てない人はそれができてないんだよね。何千球何万球か分かんないけど俺ハーフトップ相当打ってきたから、じゃあ今こうやって喋りながらねこうやってハーフトップ打てます今みたいに打てるけど、でも今日初めてハーフトップやりましたっていう人も押せてれば5分後にはできるから。できるできる、全然難しいことじゃないから。俺そんな難しいことやる人じゃないもん飽きちゃうし、難しいことはつまらないから、だからやらないの難しいことはね。だこういうできることで自分のバロメーターチェックもそうだけど自分の調子が上がることしかやらない。左手で打ってる人は、うん、ハーフトップ打てないから、うん、打ちづらいよねやっぱり。左手イコールハンドファーストになりやすいから。そうですね。そうで、ハンドファーストでトップ打ったら本当にトップ出るからで球が浮かないからさ。そうだ、球を浮かせるハーフトップが打てるのはやっぱりちゃんとクラブを押せてる、ボールをちゃんと後ろから押せてる、うん、引いたらできないからね。でも左手で打って無理やりそれやろうとしたらあれだね、後ろ軸で回ろうとするのかな。うん、相当右がこう倒れるだろうね。ってことだよね、うん、変な感じになって。そうするとダフルリスクも出てくるじゃない。そう、だからそもそも左手リードって球を上げる理論ではないからね。あ、そうだね、うん、そうだね、ね、そうだからおすすめはしないよね、うん、俺と登録君的にはね。結局左手リードしてるプロとか、うん、飛ぶ人いるじゃんとかって思う人もいると思うんだけど、うん、ハードヒッターハードヒッター、それあれでしょ、うん、でももともともっと飛んでんでしょ右手。多分ね、解放させたらもっと飛距離が出る、うん、そうでしょ、うん、だからそれ抑えてそれなんでしょ。そう、要はコントロールよね、うん、横幅だけじゃなくて飛距離のコントロールも含めてやってるから、だから何でもかんでもじゃないよね。結構アマチュアの方で悩みの一つは球が上がらないって結構聞くからあると思うんだよね。大げさでもいいから右手で打ってみたらどうなのかっていう練習をしていただいた方がいいかもね。それティーアップでもいいのよ。俺ティーアップから始まったから。俺もめちゃくちゃ球低かったの。そうなの。そう、結局パワーがないローパワーだから学生の時なんて特にね、球が人より全然上がんなくてスピンも少なくて、それでもやっぱり同級生の上手い子とかプロのクラブを使いたくてそういうクラブを使ってたのね。で結果やっぱ良くなかったし、その時はでもそうやって言ってくれる人もいなかったのもあるけど、それがいいと思って使ってたのが良くなかった。要は結果が出ないからさ、優しくないし、めちゃくちゃ難しいのを平気で使いたいだけで使ってたから、それは成績出ないよね。ティーアップして打ったらめちゃくちゃ優しいじゃん、でもヘアウェイからはティーアップできないよねっていう、その何モヤモヤから高い球を打たないとってスタートしたのよ。でそれ始めたのがこのドライバーと同じ高さのティーアップから、どれだけ高い球を打てるかどうか、体のジェスチャーっていうか体のアクションでクラブはもちろん動くのは前提なんだけど、それでね、相当な滞空時間でしょ。そうだね。そう、ああいう風に高い球を本当に体一つで打てるかどうか。あれ打てなかったら大げさだけど下から打てないから高い球。あ、そうだね。そう、ね、この優しい状況で高い球打てないんだったらダメだから、だからそういう風に体の使い方がなってるかどうかのチェックをこういうわざとハイティーで打って、優しい状況でも高い球が打てるかどうかやるのもちょっと面白いよね、体の動き的に。でこれで低い球出たり打ち込んじゃう人はフェースの上っつりに当たってベタっていう打感でめっちゃ痛いから、これをねこう高い球打ってたらまあまあ伸びるっていうか、高い球打てる
その体のこう動きはあるよね。これいいチェックだと思うけどね。これで高い球打てるんだ俺、うん、そう。でもちろん高い球が必要だっていう頭に変わったっていうのもあるし、じゃあそれをどうしたら打てるかって言ってこれやるようになって打てるようになったから、こっからだからイメージでね、球を上げるイメージ、例えばじゃあつきましたって言って、じゃあ今度マットの上から同じ動きで最初ダフってもいいからやるのよ、こうやってスイングなんてどうでもいいのよ本当に。今のでなりに見えるスイングで高い球って言ったらハーフトップで、上にハーフトップ打つしかないから、こうやって、そう、仮にタケちゃんにじゃあ上にハーフトップ打ってくださいって言ったら、そんなんでいいのって言うよ多分。それぐらいイージーなこと、それぐらい高い球を打てないとやっぱりビッグスコアが出なかったり、コースでなかなか通用しないね。プロにとってはってなっちゃったらあれだけど、高いボール打つっていうのは全然苦じゃない。みんな打ち方知ってんだ。知ってると思う、知ってると思うっていうか知ってる、知ってるよね、うん、だからそういう球を、まあ、高い低い2種類だけでもいいから、やっぱこう打つこう体の動きだったりを変えてやることはすごい大事なことだよね。今よりもでいいのよ、あの球をっていうわけじゃないから、今の、そう、今の自分よりも高い球が打てるようになれば絶対スコアって変わるから、絶対必要だから高い球って。だから優しいクラブになっていくんだけどね。あれ、それで打てたら何、距離も伸びる、絶対伸びる、あ、そう、絶対伸びる。それこそまたヘッドスピードになるけど、ドライバーのヘッドスピードが45以下だったらキャリー勝負だから、高さが出なかったら飛ばないから。俺ですらそうだからね、俺が中段度打ったら200多分340ぐらいしかいかないよ。あれだけハイロフトで高い球を打ってるからもうちょっと飛距離が出てるっていうだけで、あれ高さ普通になったら飛距離も全然普通になっちゃうから。そうなんだ。なるなる、落ちちゃう、全然落ちちゃう。球の高さって結構あった方がいい。もちろん限度はあるけど、8番アイアンぐらいの高さ上がった方がいいよね。うん、8番じゃない、6番ぐらい、うん、8番高い、これ6ね。うん、これぐらい、5、6番アイアンの、もうちょっと低くてもまあいいけど、5、6番アイアンの高さのドライバーが打てたらめっちゃいいと思う。いいな、それぐらいの高さ欲しいな、ドライバーは。でも高い球って意外と弱いイメージあるじゃない。だから練習場でレッスンしててもちょっと高すぎですよねとか言われること多いんだけど、いや高い方がいいですよって言うんだけどね。やっぱこう中段道でビューっていった方がランも出るって思って出る方もやっぱいて、もちろんランも出るんだけど、その分キャリーは出てないですよって。いや、一緒に回った方がランが出てすごい転がって飛ぶんですって言うんだけど、そういう方は球が強いからね、もともとランがそれだけ出るってことは初速もあるし、ただそういう方がハイロフト使ったらもっと飛びますよってそういうことね。そう、自分より飛んでる人見るとよく見えるんだよね。だけど自分は自分でいてほしいし、自分のできるゴルフをやった方が絶対上達には早いから、それはどんだけ一流選手だって憧れとか理想はあるからキリなくなっちゃうからね、うん、だから自分のゴルフに徹底して自分のゴルフを磨けた方が絶対上達は早いね。動画の始まりって何だったっけ。なんでプロって飛ぶの。あ、そう、クラブの使い方とね。そうそうそう、プロが飛ぶ理由っていうのはクラブをこう後ろから押せてるからっていうのと、まあ、それができてくると自然に球の高さも出ますよっていうことなんで、ぜひクラブは後ろから押してみてください。では今回はですね、どうして飛ぶのプロはっていうことについて動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。